もならぬと初めから知っていたように、風車が音を立ててるから、から君に手を、風が止んで終わった後はいろんな別れる夏の海に抱かれるように、なぜに飛び込んでくれない、ああ全てを捨てて、あなた奪えるならもう何もいらない、思いのままになれば、キラキラ輝いて、だけど燃え尽きてしまったら落ちてゆくだけ、夏の夜に見せられても、なぜに星に届かないの、ああ、あなたを包む風でいられる、ごめんね、ちょっと待った。いえ、なんか眉毛で許せちゃう。難しい曲ばかりもうながら、ね、この後もっと難しい。はい、すいません。Thank you.
悲しく見えるのは
広島県の東京でやってますので、僕も行ったことないんですけど、すごいおしゃれな、素敵なお店ですので、ぜひお楽しみください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次回担当の馬鹿さんに、毎日大きな拍手をお願いいたします。実は、2階席に、ルカさんのお父様とお母様。ルカさん、気づいてなかった？気づいてた？2階に逃げちゃう。わざわざ遠方からありがとうございます。いや、素敵な僕の伝道師と言われるくらいね、甘い声、甘いマスク。もちろん、馬鹿さんも。甘いマスクでした。はい、また後ほど佐田正孝さん、ルカさんには後半で登場していただきます。ありがとうございました。素敵ですね。またルカさんの声で歌うと村下さんの歌もまた違ったこう表情をね見せてくれたりしますが、ルカさんですね、 YouTube でもいろんな歌を歌ってらっしゃいますので、見る環境があれば見てみてください。私が堀江純の声に似てるって言ったの分かったでしょ。あの声でですね、YouTube では水割りをくださいを歌ってらっしゃるんですよ。聞いてみてください。そっくりです。はい。さあ、続いては昨年皆さんからのアンケートで、ぜひ来年もという声をいただきまして実現しました。広島からまた山田さんたちの出演となります。さあ、これもまたバンドバージョンの曲でございますけどね。松山由紀夫という曲です。はい、しゃべっていいよ。あ、すみません。広島の宇島港から、松山に行く、それを見ながら作ったと言われている曲です。なんかものすごい思いが深いみたいね、これね、はい、ありがとうございます。少女という曲なんですけど、少女、少女は大体もうバンドでやる曲なんですけどね、最近一昨年ぐらいか去年か、いや違う、一昨年ぐらいに出た、ね、毎年7月1日あたりに、CD が出るんですけど、その中にこうギターほぼ2本、シンセもちょっと入ってるけどギター2本に近い音源があったんで、これ聞いて送ってです、CD 送って。いや、ないんだもんね、このね、音源が。だから、あの通りやりたいです。2週間ぐらい前に届いたもんでさ、大変でした。ちょっと皆さん急増受けた。急増だね。修造さん、すいません。じゃあ、行ってみようかな。はい、行ってみますよ。あ、ごめん。頭なんでやり直しましょう。やり直します。修造さん、すみません。ありがとうございました。2曲聴いていただきました。さあ、続いてさだまさかさんが登場いたしまして、お二人で、3曲歌っていただきます。今日もさだまさかさん、眉毛が油性眉毛でバッチリと決まっておりますよ。ルカさんの名前で本名です。お母様が国際的にこう通じる名前をということで、留守番のルに、K ですね、カと書くそうです。オードリー・ヘプバーンのね、弟のルカ・ルティってね、いますよね。さあ、佐田さん、大丈夫ですか。はい、はい、はい、佐田正子です。偽物です。テレビ見ましたよ、テレビ。ありがとう。ピラミッドダービーってあるでしょ。はい、さだまさかさん一応ね、全国放送なんでね、4択です。一応これでもね、日本のさだまさしの偽物の中では3本で指に入る。3人しかいないんで。はい、トップバッターお疲れ様でした。一人じゃ持たないんで、早く呼びましたよ。こいつと喋らんか、ほら。結構旅が疲れて、もう昨日回っとった回っとった、泊まりに来るっていうもんだからね、布団敷いて回っとったのにね。いや、ホームだもんな、布団の中に入って負けたね。そこは大丈夫。大丈夫か。はい、それでは、3曲ほど、行ってみたいと思いますかね。まずは
ね、風車って全部ひらがなです。ここ重要なんですよ、結構ね。あ、そうだ、風車って書いて風車って書く人、わざわざひらがなにしてね、やっぱり見分けがした構造さんにね、あのやっぱり優しい感じのふわっとした心が現れてるかなと思います。よく知っててね。あ、ちなみにあのママ、レパートリー100曲じゃなくて1000曲をね。どうぞ1000曲、うん、失礼いたしました。1000曲、1000曲超えね。もう32歳なんだけどね、あの33かで、この若さで1000曲も超えてる。僕もさだまさしの曲10曲増やしてしかない。よろしくお願いします。では、やってみます。